アクレ州は、ブラジルの州の一つで、同国の北西部に位置する。北側に、アマゾナス州、東側にロンドニア州、南側にはボリビア、西側にペルーと接する。州庁所在地は、リオブランコ。州の略称は、AC である。州全域において、首都ブラジリアより2時間遅れの時差が設定されている。アマゾン熱帯雨林が大部分を占める。 ゴムの製造及び輸出で有名。アクレ州アクレ州には、パノアン語族に属する、様々な先住民が住んでいる。カッシナワ、ヤミナワ、ハネナワなどの所属である。他の語族に属する三つの先住民集団、アラワン語族のマディハ、アラワク語族のイネ、アシャニンカもいる。アクレの名は、綴りが同じである十字軍の拠点として、有名だった原イスラエルのアクレや、 現地のヤカレス側が生まったものとも思われがちであるが、実際は先住民の言葉、アキリに由来する。アクレ州の範囲は1867年のアヤクウチョ条約で、ボリビア領に開始1903年まで、ボリビア領の一部であったが、1899年から始まったボリビアとの分離戦争により、アクレ共和国を称する国家が二度も独立を宣言した。 1903年、アマゾナス州から送られたブラジル軍人が3度目の独立宣言を行い、ブラジル兵を領内に駐屯させるよう要請した。領内がブラジル人でいっぱいになった後、ブラジル政府は同年ボリビアと再度交渉を行い、ペトロポリス条約でアクレを購入した。1904年2月25日ブラジルの連邦準、州に、 1962年に州に昇格。アクレ州は、環境保護の活動家、シコメンデスの故郷として知られる。彼は、ゴム受益採取人であり、ゴムの木の生える、熱帯雨林を伐採して、牧草地を広げる、牧畜業者に反対し、ゴム受益採取人組合を結成し、全国的な、熱帯雨林保護活動を展開した。百八十八年に大土地所有者の放った。 四角に射殺された。根血が66.5%、白人が26.0%、黒人が6.8%、アジア人もしくはインディオが0.7%である。周期は1921年3月15日に採用された。悪霊分離主義者によって、黄色と緑色の部分を入れ替え、反映した旗を使用した。黄色は、平和を、緑色は、 希望を、そして星は、アクレ州を、ブラジル領にした人々を導いた光を意味する。ありがとうございます。